今日練習がいいですか。今日そうです、もう練習があって。この日、上田は埼玉県所沢市にある空手道場にやってきた。道場に通う子供たちに強くなるための技を教えるためだった。名付けて上田塾。ちょっとわかんないから、ちょっと真似っこしてね。おっす、上田美京って言います、知ってる人はいるかもしれませんが、まあね、もともと空手やってて、みんなと同じね、フルコンタクト、みんながやってるルールの空手やってました。で今はね、雷神って知ってるかわかんないけど、まあ、雷神っていうね、ところで今総合格闘家としてね、やってます。今日は一日よろしくお願いします。まあ、そのきついことはやらないから、また最後ちょっと組手とか見させてもらいながらやっていきたいと思います。で、ちなみに、子供たちに葉っぱをかける上田。まあ、んだけど、ちなみになんか次の試合、なんかこれ出るっていう目標がある人いますか。ちなみに、なんか今明確な目標、明確っていうか、もう例えば何月何日のこの試合に出て優勝したいっていう目標がある人、ちょっと手挙げてちょっと言ってもらってもいい。じゃあ一つ行こうかな。じゃバッて手挙げて、手挙げ、はい、何？7月の大会で優勝したい。何の大会？関東大会とか。4月に出る大会優勝。あれ6月何日でしたっけ。なんか大会で、なんだっけ、6月15日の大会出る人は、はい、お、いいね、頑張っていきましょう。オッケーオッケー、いいよいいよ。じゃあ今度その7月の全日本大会出る人は、まあ、ちょっと出ようと思ってる人は今の自分の中で出なくてもいいから。オッケーオッケー、じゃあ6月の大会がほとんどだね。じゃああと2ヶ月ぐらいかってことで、まあ、ちょっとね、そこに向けた上でちょっとみんなの中で今日の稽古をして、あ、これ使えるなと思ったことはやってほしいし、まあ、もちろんね、まあ、今日一日、まあ、一応選手なんだけど、まあ、今日一日先生として、ね、やるんで、まあ、先生って呼ばせてもらうけど自分のことを、まあ、先生とみんなはもちろん違うわけだから、例えば先生がこれはいいよって言ったことでも、いや僕はちょっと違うなと思ったらやんなくていいし、逆にこれは使えると思ったらもうどんどんやった方がいいよね。いつも言うけど、極真空手って名前の由来があるんだけど知らないよね、みんなね。極真ってね、千日をもって初心とし、万日をもって極みとするって意味があるんだけど、やっぱ 1000回やって初めて普通レベル、1万回やって初めて達人レベルだから、もし今日のや、今日今からやることが使えるなと思ったら、もう1万回ぐらい繰り返しやって、自分の技にしてください。わかりましたか。はい、ということでよろしくお願いします。じゃあちょっと挨拶は見よう見まねでやってね。ちょっと一応空手やだからね。はい、正座。新座、新座こっち。やってみます。はい、正面礼。はい、目標。目標目。はい、じゃあこれから稽古始めます。おっ、よろしくお願いします。一体どんな稽古になるのか。準備体操大丈夫。まずは立ち方の指導から。はい、どうぞ。で、立ち方って大事で、立ち方ってね、例えばさ、試合とかそういう時に、まあ、自分がね、まあ、自分もそうだったけど、例えば試合場でどういう子が強くなるかなって見た時に、必ず立ち方と挨拶がしっかりしてる人がやっぱ強くなるんですよ。あと返事しっかりしてる人ね。立ち方がさ、こう寄ってたりとかよくする人がいいんだけど、こういう人ってやっぱ体力がないからこうなっちゃうんだな。立つ練習もこれも体力つける練習だから、要はみんながスクワットとか腕立てってやってるのと同じで、しっかりまっすぐ立ってやると。で、この状態からパッて構えることによって、やっぱり自分の普段の 1.2 倍、3倍、4倍が強くなるわけだから。右手引いて、はい、正拳中段突き、はい、では6回上田の稽古は徐々にヒートアップ。子供たちも必死についてくる。5、はい、次1の3回ね。1の俺で3回打つ。皆さん、3本目キアね。1、2、キアです。5、1、
でできるでしょ、これ。これどこでもできるよね、今の稽古って。もうこんぐらいのスペースあったら、お家でもできるよね。まあ、もちろんドタバタしちゃいけないからあれかもしれないけど、こういう一人稽古っていうのは、本当毎日やったらいいよ。そしたら相手がいた時に、すごくやりやすくなるから。今の稽古は一人でもできるよね。だから、これは毎日やった方がいいです。じゃないと強くなりません。1日10回やれば、まあ、10日で100回、100日やったら1000回になるわけでしょ。で、約1年ぐらいやったらもう2000から3000回ってなってさ、どんどん自分の気になると思うから、1日10回ずつでもいいから、今の一人稽古をちょっとやってみてください、家で。わかった？おー！まあ、家でもいいし、稽古の前にちょっとやるとか、稽古の後にちょっとやるとか、そういう自主練をね、どんどん大事にしてね、今の稽古をちょっとやってみてください。いいですか？じゃあ、一回基本稽古終わって、この後ちょっとね、組手の技術とかの稽古に入ります。いいですか？はい、じゃあ休憩します。はい、お互い、えい、おっす。はい、じゃあ、すぐ行って。サポーターつけますか？あ、まだ大丈夫です。積極的に子供たちに声をかける上田。名前なんていうの？石渡そうですよ。何年生？5年生。5年生。次7月して、あ、よかった。7月？ 6 月？あ、6月だっけ？6月か7月。あ、ほんと、頑張って。あ、はい。好きなものあんの？好きなものはカレー。いいね。カレーでかい好きなものある。他に、例えばサッカーとか野球とか。サッカー。好きな食べ物カレー。嫌いな食べ物は？目玉焼き。ダメじゃん、カレーと目玉焼きめちゃめちゃいいのに。こうやって子供たちと向き合うってなかなか滅多にない、うん、そうっすね。今はないっすね、自分の試合が被ってるんで。あ、そっか。ちょっとみんないい刺激もらえますよ、ね、だし、6月半ばって言ってましたよね、うん、自分の試合が終わった1、2週間後ですね。なんかいいバトンをつなげたいですね。稽古を再開する前に台がないか探し始める上だ。技を教えるのに必要なようだ。まあ、今日覚えてほしいのが、まあ、話し合いっていうのがあって、まあ、僕が一番大事にしてる、もう本当小学校からもう本当世界チャンピオンになった、4年前か、極真のね世界チャンピオンを取った時までもずっと大事にしてた、まあ、なんなら今も総合行って今も本当に大事にしてる技があって、それが反射技術技なんですよ。まあ、それをちょっとみんなに、覚えてほしいです。でこれは今日一日ではできるかできないか分かんないんだけど、慣れた人は多分今日一日でも絶対できるんで、もう考え方の違いだから、まあ、とにかく見よう見まねでやってみてください。いいですか？でまず、まあ、本当はねこれ普段は乗っちゃいけないんだけど、まあ、今日特別にねちょっとこれしかない乗りますけど、まあ、本当はなくてもいいんだけどね、分かりやすくこうちょっと乗るもの、これ乗るでしょ、まあ、ちょっと台、まあ、こうやって乗るよね、これ乗って、ちょっとごめんなさい、反射っていうのは、要はさ、床についたその瞬間に蹴るってことは反射っていうんだよね、こうやってバーンって反射するっていうんだけど。でどういうことかって言ったら、こうやってジャンプするでしょ。で、ジャンプして、床に今ついたよね、足がね。その瞬間に技を蹴るってこと。どっちでもいい。じゃあ、右って決めてるんだったら、右でジャンプして、ついた瞬間にこう蹴る。もう最初はこんなんでいい。もうこれだけ。ついた瞬間に蹴る。まあ、左足でも同じだよね。ついた瞬間に蹴っていく。これが反射蹴りなの。で、これが慣れてきたら、組手の中でも、足がついたと同時にパンって蹴れたりして早く蹴れるようになるんで、まずこれの組手でやるのがレベル3だとしたら、今レベル1だね。レベル1、とにかくまず3つの上に乗って飛んでついた瞬間に蹴っていく。わかりました？わかりました。ついた瞬間に飛んだ時じゃない、ついてから。そうはないです、そうはないです。足がついた瞬間、そう、いいよいいよ。何年生？3年生。6月試合出てる。6月じゃない、なんか試合出たことある？はい。あ、本当？2回ぐらい。すごい、手ごつかいの。いい子なんだ。上手です。かわいいね。
子供たちと接する上田は楽しそうだ。気になる子供がもう一人。何年生？6年生。6年、はい、次試合出るの？出ます。6月？はい、7月もね。いつも試合とかさ、出るとどなんか入賞とかしたことある？例えばなんとか大会3位だったとか。いや、まだ試合出たことない。初めて。まだ始めたばっかりです。あ、そうですか。はい、いい、強くなりそうじゃん。それ楽しみだ。楽しいですね、初めてだったら。6月、7月。この間でも、上段蹴り蹴られて、初めて蹴る。あら、あ悔しいな。でも、悔しい？悔しかった？いいね、その気持ちが大事だよ。それでヘラヘラしてみられたね、悔しいんだったらいいね。人間蹴ってるんだ。はい、始めーす。上手です。3ヶ月だから終わったらミット止めてあげてね。積極的にキックの練習をするのはついさっき上田が声をかけた少年だ。初めて3ヶ月。3ヶ月すごい。痛くない痛くない。もうやるね。実はこの稽古、上田にはもう一つの狙いがあった。この中から上田が気に入った子供たちを数人選び、2ヶ月間特訓をし、試合に送り出すというのだ。もう今日で首で使えるよ、これ。果たして使ってるよ、最後の首で。もう使っていけよ。こんな今日やるつもりじゃなかった、本当に。楽しみですね、うん、だから何人がいい子いますね。お互いにね。果たして上田はこの中から誰を選ぶのだろうか。怪我気をつけてな。